ロブゾンビ、本名、ロバート・カミングスは、アメリカ合衆国のミュージシャン、映画監督。1985年、ニューヨークでホワイトゾンビを結成し、音楽活動を開始。現在はソロ名義で活動中。音楽以外にも、映画の監督、脚本、ミュージックビデオの監督、テレビ番組のホスト、コミックスの制作等、マルチな活動を続けている。 ホラー映画に系統しており、ホワイトゾンビ時代から曲に、それを反映するような曲作りを行い、SE にホラー映画の音声を入れたりしていた。妻は女優のシェリムーンゾンビ、弟はパワーマン5000のスパイダー。また、ベジタリアンでもある。素顔のロブ1985年、ニューヨークに移り住んだロブは、CBGBS で出会った女性ベーシストショーン、イスウルトラとグループを結成。 グループの名前をロブの敬愛する俳優ベラルゴシの主演ゾンビホラー映画恐怖城からホワイトゾンビとする。当初はサーストンムーアのソニックユースに影響を受けたノイズロックを展開していた。ファーストシングルゴッツオンブールムーンを自身のレーベルであるサイレントエクスプロージョンより発表したのを皮切りにピックヘブン最後。サイコ ヘッド・ブロウトの2枚のシングルをリリースして1987年、ファーストアルバム、ソウル・クラッシャーを制作する。1988年、キャロライン・レコーズと契約して、ソウル・クラッシャーを再発国内で流通させる。1989年、セカンドアルバム、メイク・ゼム・ディ・スローリー・オビル・ラズウェルのプロデュースで発表する。この頃すでに名前を知られた存在になっていた。 ホワイトゾンビに対してメジャーレーベルが大争奪戦を開始し、1991年、デビッド・ゲフィンのゲフィンが獲得し契約する。1992年、メジャーからのリリースとなるサードアルバム、セクソシスト・デビル・ミュージック・ボリューム1を発表。100万枚を超えるヒット作となる。そして1994年パンテラのオープニングアクトとして来日。 1995年、ホースアルバム、アストロ・クリープ2000を発表。全米で250万枚以上を売り上げるヒット作となる。そしてロブが監督した収録曲の、モア・ヒューマン・ザン・ヒューマンの PV で、MTV ビデオ・ミュージック・アワーズを受賞。バンドのメンバー自身が監督しての受賞は初めてで、あった。1998年、ロブがソロ名義で活動を開始。 ロブゾンビ名義でのファーストアルバム、ヘルビリー・デラックスが300万枚を超える大ヒットとなり、わずか1週間でホワイトゾンビの全アルバムの合計売り上げを超えてしまう。バンド活動の意義を失ったロブはホワイトゾンビの解散を決意する。1996年、テレビシリーズの X ファイルの企画アルバム、ソングズインザキーオブ X, ミュージックフロムインスパイア p ドバイザー X。 ファイルズにロブゾンビ名義でアリス・クーパーとのハンズ・オブ・デスを発表。これがソロ名義の最初の作品とされている。1998年、エグソダス、テスタメントなどのバンドでドラムを担当し、ホワイトゾンビのラストアルバムにも参加したジョン・テン・ペスタ、リグス、ブラスコと共にロブゾンビ名義でのファーストアルバム、ヘルビリー・デラックスを発表が、前作に続き2メートル5センチの長身を、 イカし迫力の演技を披露している。スレイヤーのサポートアクトにて、また、同じく2009年には、TV アニメ、ロブゾンビ、エス・ザ・ホーオン・テッド・ワールド・オブ・エルス・スパービストの監督も、務めた。本作は、妻のシェディ・ムーン・ゾンビが、アニメキャラとして、登場、主演を務めている。2012年、映画、ロード・オブ・セーラムが公開され、フィフスアルバム、戦律のラット・ベンダーがリリースされた。 かねてより制作中の映画、ロブゾンビ、エスティラノサウルスレックスの公開。日本でのコンサートは、ホワイトゾンビ時代の1994年に、パンテラのオープニングアクトとして来日。ソロアーティストとしては2009年にラウドパーク09に参加し、単独公演も行っている。2016年4月に、シックススアルバム、ザ・エレクトリック・ウォー・ロック・アシュト・ウィッチ・サタニック・オージー。 セレブレーションディスペンサーがリリース予定。また、映画31は三段ス映画祭で2016年1月に発表され、全米公開は2016年9月。ドイツバッケン公演。ありがとうございます。